トゥナイトファイブ 始めました。てなイトファイブ火曜日担当と先駆けババですお願いしますお願いしますね。本当よろしくお願いしますですよ。本当にこの番組はですね。夜11時から12時までのらりくらり喋っていく番組でございます。パーソナリティは先駆けババです。よろしくお願いします。はるべさんこんばんはでございます。いやもう本当にというわけでね早速ね曲の方行きましょうか。なんでなのなんでなの曲の方になわけないでしょう。あの15分のモーサルと思う。 長いやつ一番長いやつをねなんとか高層曲行きます <laughs> あのー大工って知ってますよ大工って知ってますよベートーベンのベートーベンの歌ったんですよああで、ね、歌ってたねあれねあの一番きついのは多分あの いてる人たちだと思うんですよね楽器楽器大工ってね、ベートーベンの長いはい、い長歌、な…めっちゃ長いですよ、みんな。歌ばあれ行ったら、「レン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 」のところだけ。有名よね、CM でも流れるし。そこのイメージしかないでしょ。はいはい。違うんですよ。最初のなんか、ボロロ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 ンンみたいな。楽器これ。楽器。これはもう歌う前なんですよ。あれ流れてるの今。 今歌う前なんですよ。歌う前からかなこれ最初じゃないんだから歌う前。これ最初かなこれ40分あります。デイジ長い <laughs> 嘘つけめちゃくちゃ長いです。え、どうなってるわそれで、やって、で初めてあの、人たちが来るんですよ。あ、歌うんかなと思うでしょうん、?20 分経ちます。<laughs> <laughs> <laughs> 地獄だ二20分さちたら一言が、ローイレーローイレーって言い始めます。<laughs> そしたらみんなで <laughs>。 で行って、なんか隣の女の人が、ララララララーみたいな感じで行って、でてててれ、ロイで、ロイでってやっと言います。やっと言います。やっとここで歌ですか <laughs> 開始何分後ぐらいですか二 <laughs>、はい、20分後ぐらい。あのね、マジで <laughs>、これ最初は本当地獄地獄フェスですよ。<laughs> でも、これあの見てる人からしたらすごいらしい。 あ、なんでこれは何全部含めてってことこんな人がいるんだとか言ったらこの「大工一つでライブ終了するんすよあっ1曲1曲1曲で終了1曲で終了とかしおるんすよはいはいでそれにお金払って見に来てるみたいなえこれ何何がすごいやっぱこの原作がわからないし当時の原作があ、これでねあのそれがちょっとな フロイデフロイデって知ってますか？フロイデって誰か？フロヤフこれも有名なやつでこれ。フロフロヤさんフロヤさんフロヤさんって。なんかフロイデ。まず何語か知ってますか？いやいやまあ英英語イタリア語とか。ドイツ語ですよ。知らんですね。えフロイデ。えこれが大屈って意味。この大屈のやつで。意味結構面白いんで。はいはい。大大ってこのまあ第9番っていう意味の。 意味っていうかまあタイトルの歌なんですねこれ。でまああのめちゃくちゃ大勢で歌ったらかっこいいとかすごいとか。これ面白いですよ多分。うん。大あこれこれ。はいはい。え流れトる今、うん、聞いてます聞,聞いてください。ちょっとき聞きますよ。これ歌えますか。<laughs> 聞いたことないでしょこういうところとか。うん。このあれに、うん、これがあるとか知らないでしょ。知らない。 これあるんだ、これ。ありますよ。同じ曲俺これ歌いますよ。<laughs> あ、お前 <laughs>。俺すごくないですか <laughs> あ、ここ歌えるこの、このパート。<laughs> は、い、簡単に歌います。りょうじと僕は。あ、りょうじと僕前りょうじと僕、むロタさんが歌います。これは何分くらい、ね、何分経ってから歌、歌いでしこれ歌い出しですよ。うん、あ、こっからは早いんですよ。で、ただ、曲は10分間歌い続けます。あ。へぇそう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 ,そうここハモリがあるんですよ。ハモってるんですよ、みんな。 ーあって、バス、テノール、うん、であ、まずテノールのことテルテノールって言いませんか、ね、テナーって言われますからいやいや何だそれ腹立つなここここここ死ね早いか歌ってるなこれ歌ってます、うん、歌ってるなこれだーダース <laughs> これ分からんよな絶対い<や>もう観覧ごめんなってるもんいや分からんけどすごいったら分かるよこれ何かこれガチですよ これは見たら確かにあのー、ちょっと心揺らくかもしれないねこれこれすごいですよ本当に第9番いやでもね全部歌いきれて演奏の人がねこれマジでずっと最初からいますから40分でしょちょっともうあちょっとおしっこしたいなとかうじゃあ,あの許されないだろういう絶対許されないし <laughs> その上そのくせ <laughs> リハからやってるから <laughs> いやもうめちゃくちゃ長いです <laughs> もうフルあので練習からもやるからもうめちゃくちゃ <laughs> めちゃくちゃね音,音大とかかな,なんか音楽系の大学に行ってる人なんかがよくやるんですってああの選抜してそそそそうううう大工行けるかみたいな一番あれですよこの何ですかこの弾いてる人バイオリン<う>バイオリン弾いてる人もう首かしげて40分ですからねうわーもうこれずっと首斜め40分でたまにあの歌詞をハッハッハッてしないといけないけど かななり耐久レースだな耐久久レレススだだこれもうだって、歌ってる側は、まあ、変な言い方したら「ああよし来たぞ」うんうん、って歌い出せばいいしんなかこの、楽器の人はミスる演奏多分40分だから1回のミスがこの何、うん、て言うのかなめっちゃ影響しそうだし影響すると思うでしょ、うん、あ,あんなにいっぱいいたら誰がミスでしたかとかもわか,からんもう 俺後半歌ってなかったですもん口パク。ダメやし。一番ダメですけどね。終わりやしあっ、あすかさん、こんばんは。先月、久々にお二人のネタ見れてうれしかったです。ありがとうございます。先日、先日ね。これ、あさっきほどの、あの、何ですか。あれあるでしょ。誰合唱。合唱。なるほど。日本語訳出ました。はいはい。ドイツ語のってことそう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 。

踏み入るなんかさドラクエやしもない <laughs> し<ょ>内容内容,内容がドラクエやしだ,よだからドラクエ並み長いんですよ <laughs> いやテナーうちの部活でリコーダーではテナーやってますプラストランペットこ,これもうテナーですからこテナーだなさんテナーだよ <laughs> これね,おねおこういうなんか日本語訳って面白い会話中のテナーってムカつくのん いやどこに選ばれたいや、テナーか、みたいな。なんか,デジイラスか、出やすいやすが。あのね、いや、これ、ちょっと若干プライドがあり,ありまして。<laughs> ど、なんプ,<の>プライドプライドって言いますか。メンバー同士でってことこメンバー同士でのプライドが多分あるんでしょうね。言行ったら、自分歌うまいと思って入ってきたカラオケとか行ってるときに、若干声高いなと思ってる人たち。いや、いっぱいいるんじゃないいっぱいいるでしょうん。で、俺はテナーだったんですよ。もともと、なんか、若干、本当に声も高いし。うん。で、低いのができなかった。じはもう、もちろんバスで。バスで,で、あのー、 ちょうど間通ってる人がいるんですよね。<あ>おじさんとかが。はいはいはい。あの、声は昔出てたんだけど、声の出し方が野球部やんばって。あー、な、ま、る、うるさい方の。うるさい方の。うるさい方のだから、もうきついし、バスに行けばって言ったら、うんうん、絶対手ぇなって言ってから。<laughs> わ、高いの出るのに。<laughs> わ、高いのにので。外れるから、周りがその外れたのに釣られて、もう全部おかしくなるわよ。<ー>この人やめた。<laughs> あー、忘れで <laughs> あ俺のそう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 ,そういやー難しいんじゃないこのプライドもやっぱ今言ったようにあるでしょうね別にバスの方がかっこいいとかあるし低い,低いしパートがいいとか、うん、高いのは高いでなんか、うん、ちょっとなんかもうきれいに導いていくみたいなそう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 ,そういやーでもねー俺もいつかお前合唱してみようお前 合唱ねもしあることがあったら合唱してみた、うん、多分なんですけどめっちゃ練習とか難儀だし何番、うん、これみたいな感じでやるさ、うん、だけどなんか「ーライライ!」とか,なんか、ね、共通認識の言葉があれば、うん、フロイデって言ったらとりあえず爆笑を受ければというん。 なんでよどういう意味とりあえずね、皆さんね、今日もフロイデで頑張っていきましょうとか言ったら、みたいな。ウケんよ、やなんか、フロイデで笑い取れるわ。どんな空間なのそれ。今の立ち、あの、ケーネルフンケンしてますけども。んでケーネルフンケンしてます。ケーネルフンケンいや、意味がわからんやつ。ケーネルフンケン あ、そうですよ。で、会場の。おい、おい、だっけ。ケーネル奮見のところ。もうわからん。これわからんでしょ。これもう、領事今、もし聞いてたら爆笑してます。爆笑してる。ケーネル奮見。いや、事態は面白い。聞いたことないでしょ。ケーネル奮見。生きてて転がる。26年ですか ?LINE でも聞いたことないです。LINE とか、LINE で。ケーネル奮見。もう意味がわからんやつさ。なあ。 ケネル何でし皆さん今日もね非常にケーネルフンケン意味がわからん非常にケネルフンケンしてておりますけどもね、ええ、フロイデーつって、ええええっょうか何でしょうか何でしょうか何でネルうか何でしょうか何でしょうか何じしょうは。何ではな。は大好きケかネルフンケンってめちゃくちゃ面白くない、ね、<laughs> っていうコンビいたら俺見たくなるもん 解明します。ケンネルふんケンネルふんに解明しようかな確実に音楽性の高いやつの支持層。そうですね。上がるよね。いや、ありがとうございます。本当に。いや、いい情報でした。本当に素晴らしい。ね、ね、本当知らないことを知るのってめっちゃいいですよね。はいはい。まあ、ベートーベンもしかりね。や、もちろん音楽。ね、そんなやってますよって感じじゃないけどね。僕らも。はい、ということで、まあ、あの、この。 10分が経ちましたけど、ニュース読んでいきます。ニュース読んでいきましょう。はい。えっとですね。何しよっかな。お見て。リオッチ、キャップしてる方がかっこいい。トーマスにハゲていたんかやめてくださいよ、ほんとに。えと、キャップしてる方がね。ハゲてる。キャップしてる方がハゲてる。キャップはハゲてるんかそれ。おかしいですよ。いや、ケーネルフンゲンですよ、これ、完全に。なんかある ガンゼンベースよ何でそれ ?D10V <laughs>。こんな感じですよ。言ったら、え、なんかなーこれどうしよっかなー、うん、これはね、いろん。言ったらニュースっていいニュースと悪いニュースやっぱあるじゃないですか。はいはい。言ったらいい、いい。これなんか一応ムカつきますよね。こんなこと言う人。あの、いい知らせと悪い知らせがありますみたいな。うん全部いいはけんで。はけんでいい。みたいな。あじゃあもう。 これは本当難しいですよ。一回やってみますか。うん。えっと。これ本当に難しいですよ。話題がうん。うん、これね。何すか これも有名なやつですね。はい、給食指導で児童が、えー、児童5人がオート教論を、えー、厳重注意したらしいですよ。<お>えー、岐阜市の、えー、とある小学校で、えー、50代の女性教論が、児童に給食を残さず食べるようにと指導したらしくて、<お>えー、今年7月までに1、2年生の計5人がオートしていたことが確認されました。で、26日、えー、このですか、教育委員会の取材で分かったそうです。えー、指導に吹きてせあ 不適切な不適切なごめんなさい部分があったとして二十五日で強論を厳重処分すごくないですか時代が変わったんですよマジでだから無理やり食わしたから子供たちがあのケネルふんけんしちゃったんだろそう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 今度食いたくないけど無理やり食ったからお口からケネルふんけんケネルふんけんしちゃってなるほどなあるよケネルふんけんを拝ぜしててそのまま食べてたらケネルふんけんしちゃった 何なんだろう。フロイデをフロイデをいっぱい入れてででその食べてたらケンネル噴煙しちゃったってことですよね。何なんだこの世界は。闇の世界。闇の世界ですね。カオスが広がる。皆さんありがとう。いやあのねどう思いますか。ま僕らの時代もいっぱいも出してましたからね。出した。みんな覚えてない野崎舞野崎舞とか。あ覚えてますよこれもう本名出しますから。先生が牛乳飲めっつってからもう死ににあいこの。 2杯ぐらい飲まされてからよんか2杯いやいっぱい何の適入な感覚でしてんの何かよ結局掃除時間まで残るやつがいるばあ、食べてないからうん小学校もしれんいましたいました小3の時に野崎舞ちゃんって子がいて美人ですよまたか可いいわけよこの子がであの牛乳がめちゃくちゃ嫌いでよく残したんだけどもうこれは先生も許さんと思うみんな飲んでるやしそんなできんとだってもう 一応金払ってお前じゃないしみたいな、空気出しちゃったから。感謝しなさいと。いや、勇さ昔のちょっと固い。いや、もう出したもん、か、感謝して食べなさい、しかも。あんたのは、もう少なくよそってるんだから、そもそも。そもそも。牛乳が飲みなさい。でも、飲まないって言ってから、二杯飲ましょった意と。やばいやろ、これ。二杯飲ませて、ちゃんとまいちゃんは、あの。 鼻とかがあるケネルしちゃって <laughs> グレート豚の霧吹きみたいな <laughs> マ <ジか S 2> <laughs> 白霧吹きがし <laughs> ッって出よっと大気がなくなって、はい、もうペってなって泣きながら。 自分のこの噴犬掃除するみたいな光景は見たことめっちゃ悲しいっすねこれめっちゃ飲まされたにけに噴犬しちゃって噴犬しちゃった上にそれを自分でもうめっちゃ悲しいよなそうだよでも誰も手伝ってくれ当時のあのあれはだからもう「汚こいつ」みたいな「どうでやれよ」みたいな子供ってもう失礼ひどいさ「いいよまあ言わんがるよ」みたいな「ないわよ汚いよやれよ」みたいな。 いやきたらさいよ、<laughs> っていうのから入るから。<laughs> あ、これでも、大戸寺へん、え、ふんけん、ふ,んん事,変ふんん事件、事件、ね、事あの、僕なんか小学校三年生の時に、うん、あの。 山田こくんって言ってね。サッカー部のサッカー部の山田こくんって言って、もう小学校からもうずっとイケメンで通って。きてエリートですよ。エリート。エリートで通ってきて、なんか知らんけど、夏でも長袖できるような。ちょっと変わった頃で。タトゥー入ってんのか。と思って思う、小学生ながらにね。思ってた、俺。タトゥー入ってんのかなと思うぐらいの。 きてるなんかちょっと不思議な子でそいついつも風こじらしてるんですよ <laughs> いつもだから長袖なんですよ <laughs> 体弱いんで体弱いんですよイケメンだけど <laughs> でめっちゃどうしか人気あったんだけどそいつがあのー、多分無理して学校来たのかな、うん、で間違って履いてしまったんですよあへケンふル噴んしちゃってんん学,校学校中にねっつってらあ、うん、わーってわあっていって,ってみんな紅茶の時は片づけるんですけど、うん、それに、あのー、これ見てもらいゲロしちゃったあのー 吉本ちゃんっていう、吉本ちゃんっていう。あの、もらいゲロしちゃったんですよ。吉本ちゃんのだけ全然片付け。ど吉本ちゃん自分で。そうですね。なんですか。もらいってまた。もらいふんけん。もらいふんけんって。いや、もらうなよって。じゃ、なんでさ、もらうわ、俺もらわんばい、俺。俺ももらわんや。俺。一応見ないようにすればいいさ。多分もう。陣通利益がすごいんだろうな。だろうな。 クリスは、あリン・クリン・クリスは痛いこと言ったら、自分感じるタイプが、痛い痛い痛いってなるような、えっい、やめてくれ、みたいな、みたいな、みたいな、なんだろうね、ないけどな、俺はそんなの、もう確実にもらわんやつ、完全にもう、火炒めてみるから、どうするば、この後どうするみたいな、この後何が起きるのって顔で見る、掃除するか、帰るか、みたいな、なるほど俺、何も思わない、俺は。 それがな何が入っていようとこれじゃあお前が大好きな女の子のやつであの掃除とかし、うん、するいや俺多分掃除してもさ掃除さ,される側もきついと思うばよ掃除しても別に好かれんばよ、うん、ありがとう掃除してくれてならんぜならんし、うん、言ったら恥ずかしいさ俺だったらの消化してないやつがそうそうをあのか勝手に誰かが掃除するみたいな俺だったらダッシュしてキッチンペーパーで隠してハンカチを出す、うん あ、なるほどね、うん、口ふけって言ってそれでね一番、うん、あ大丈夫よっつって一番やっちゃいけないのが「うん、え、大丈夫か何々」っつって「あのチリトり持ってるのが一番よくなる <laughs> その様もも悲しいもんな悲しくなるからごめんなさいってなるしね、うん、ねオートジェぜひとも皆さんねこれはでもせ今のほらこれ時代を切るんだったらよはいもう やっぱ古いよじゃあこれもう委員会まで出てきたらきついっすよね俺なんか代の人た多分やってるばようん、うん、俺なんか代に、えー、なんだろう俺たちがの,時のたちそうよだって五十代だから,だから30歳この人です多分、うん、そのあ,あの時の教えのまま、ね、そうねだから残ってる名残がしかも厳重処分ですよだから今ねこの何ですかあのー、この給食事変がね、うん、いろいろありますからでそれにあやかって発覚した だから俺悪くないと思うんですけどねだから2位にまで取り上げなくてもいいんじゃないかなって,って食べれん方が悪いからねいやそんなことないか <laughs> うんいやでも、ま、なん食った方がいいさうん絶対いや正直正直、うん、あのー、いろんな栄養管理とかもされてるし、うん、もしかしたらお家で食べるのが <laughs> 栄養高いかもしれないしな,高いしな先生のなこの先生肩持つわけじゃないけど絶対、うん、食った方がいい,い絶対食った方がいいでも残すんだったら残すなりに、うん、もう 先生にガうぐらいだったらしてほしいやんまだこの子達こいつが紅茶しか飲みませんみたいなアイデンティティーを持っていたらいいんだよ先生もう俺吐くから絶対食わないっつってでも12年生に強要したっていうことかなあこのちょっとね3年生からなんですよなるほどね全部食えんわそうだな12年もなのかなまあ一応法が守ってくれるっしょでも俺12年でも俺全然食ってた食ってた小学校中は俺もじゃちはあれさもう 食わないとや食わないと死ぬ側の人じゃない。そうそうそ俺普通に石灰水飲んでた。あのお水でしょ。はい。弱ちか北少から出る石灰水飲んでましたから。すぐ石灰状だ。粉が付きよったからだ。これね、あの中学あ小学校の時の運動場の横のあの俺そこだけの面買ったんですよ。あの運動場の横のじゃ弱あるじゃないですか。みんな飲むんですけど、俺そこだけの面買ったんですよ。なんでななぜかというで飲んでたよ俺。お前飲んでたでしょ。でも俺あの あのなんで学校帰りにあのサッカー部が <laughs> あの土入れてたんですよ。っ <laughs> <laughs> な,なんでこんなことするんかな小学生って一番何 <laughs> 自分も傷つけるさ傷つけるっていうか自分の身も削るじゃん先生に怒られるかもしれない上に飲みたい時に飲めなくなるさと。 えそんなことあったのじゃあやってるからねあそれもう多分今でもやってると思うよこれ伝統芸だよ <laughs> 伝統芸土入れるってやつだからさ赤土があって <laughs> 赤土があって水場があるんだよ入れるじゃああれ置いたらあれでしょ砂場で山作ってる時に、うん、あの水あったら固めたいと思うでしょ固めたいなでしょで水が出るところに赤土があったら入れたいってなるわよ いやでもこれ見て飲めなくてそこでは土は汚いよ土、ね、は汚いだろさす <laughs> が<に>みんな運動会とかで裸足しとかいや分からんけど、うん、<laughs> いろんなものが多分いろんな微生物いるばよ <laughs> いや飲んでたなでも飲んでたでしょう,うん多分ちょっと甘いかもしんないよそ,そんなことは知らずそう だからね今もう北小の子たちに言った起きてないだろうな起きてでも聞いてもいないだろうな赤土を運動場の蛇口に入れるのはやめてくださいお願いしますお願いしますうちなんかのクラスメートの男子は反抗するのがかっこいいと思ってる時期らしくてああなるほどいやあるあるあるそんなこれはもう14歳かいやあるかな絶対ある反抗する中二中三いや中二中三 中か、うん、一番なんかなんかはベべみたいなの時期 <laughs> あーなあな確かにねなんて言うよやみたいなでも僕なかったっすけどねうんいやある人はあるよねある人はあるよ、ね、多分リオがなかったとしてもほ,ほ,ほ,ほぼ8割の男はもう<割>はっ脱ぐがよみたいな時期があるか、うん、<laughs> それが十1から12ぐ、ね、ととなんですよ、ね、あと頭の使い方かなうん あのタバコ吸い出すやつは基本ソロです、ね。だったんですよね。うん、はヌガよ。ヌガ。の世代。これね、本当にね、プライドですよ。プライドですね。プライドの。そう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 。だから、俺、多分なんですけど、うん、俺ちっちゃい頃にプライドおられまくってるんですよ、多分 <laughs> だから、プライドがないのかもしれない。ああ、なるほどね。うん、謝るし、すぐ。<laughs> なんかだ、だって、あのー、なんですか、うん。言ったら喧嘩とかもしたんですよ。けんかとかってか あっちは喧嘩だと思ったけど僕は戦いごっこだったみたいな、うん、若干強かったんですよねまあ体つけもいいですから、うん、で若干強くて、はい、でなんかちょっと弱い者いじめみたいな感じになっちゃったんですよああこの周りから見てるとう,んうんそうそうそうでなってあいけないことなんだって気付いて、うん、挫折してはい、はい、挫折っていうかもう食らうだけ、うん に代わりはいはいだってクラマンと友達がいなくなるからみたいなの分からんけど野獣の感がだって俺ハーフですから今はハーフ増えてますけど当時もう2人しかなかったんです学校にいや本当よね、うん、今はもういっぱいいるからね今はもうハーフだらけですよ,ですよ4人とかいるしそう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 でいたら何ですか、うん、このハーフってだけでいじめられるかもしれないから、まあ、その段階でプライドは捨てないといけないですハーフでプライド持ってた人は1匹いましたね えいましたね今いましたねはい、はい、どうなりました学校生活 <laughs> もう散々なりました、ね、散々なってたでしょ、うん、そういうことですよ非常にひどい目にあってましたね <laughs> あね砂川と別のあのもう一人ハーフがいたんですよ、はい、もっとハーフらしいハーフが砂川、うん、もひどい目に会いましたひ、ね、どい目に会いましたから、うん、これも本当にいけないことなんですけどあ そうだなだから僕はちっちゃい頃にプライドを折られまくっていやむしろ自分から折りに行ってたぐらいだからそういうのとかじゃないですかねだからそれをプライド持ちすぎたらこのクラスでもいじめにもなっちゃうしいじめたくもなっちゃうからいやでもなそれはかっこいいんじゃなくてねそれで受け取っただからこの子でも大人よねはるぺーさんはかっこいいと思ってる時期らしくてっていうのが。 でもこの子もちょっとそれより一歩上にいってるわけだから、そうですよ。わ、かっこいいひじらしてるダサいなって思ってるから、あの恐れなってももう、でもねこれね、ちょっと損するんですよ。なんで？言ったら折れるでしょ。はいはい。そしたらあの思い出が一つなくなっちゃうんですよね。お、いや違う方向で思い出作るもあるんですけど、あの頃バカやってたなっていうの、俺たちあのなんかもったいなかったなみたいなののあの差かん。 酒の魚ってそうそうそうそれが若干乏しくなっちゃうっていうのはありますね、まあ、武勇伝は格好それぞれあるけども、うん、確かにこの格好いいと思ってるやつらの方が確かにそういうなんかやんちゃなエピソードがいっぱいあるこ、ね、とあったりとかしたエピソードですけどね、うん、所詮それが必要かいなかった、ね、<laughs> まあな、うん、俺たちはちょっと必要なところにいますけど、うん、まあ男子だけで飲み会とかだったら「うん、いやどうやっても学生時代ああ勉強しかしてんよや」 のやつとバイクで純粋に分けられてからよ結局勝ち取ろうとした場合は「いや面白くないな」って結局でも結果などっちも面白くないから結局面白くないダメだダメだダメだどうしようどっちも面白くないこれ何伝えればいいんだろうえ真ん中通ってくださいあでもあのダンスの味方というのはとてもいい方に向いてると思いますよだからこのねだからその時その時をしっかり生きていきましょう一番いいののはこ時で出してるやつを 好きにならならい言葉で,、うん、でなおかつ今この14歳で見る男子の視点ってやんちゃな人がかっこいいとか、うん、あ何あの人なんか髪セットしてるかっこいいじゃない分、うん、部活めっちゃ強い足速いかっこいいじゃない分、うん、今ピアノやってる男がいたらもうそいつに行くべきだ、うん、てて髪長くてから、うんうん ああで、こ活つやらないのいあ,あ、おうちでゴルフやってるから、絶対そっちにしよ絶対つき合う。絶対つき合い, <laughs> い、そっち。100%、100%、100%。多少、この顔面は我慢してる。<laughs> 結局、高校入ったらかっこよくなるパターンが多いから。本当に本当にマー君状態、マー君状態。果たしてこうやってイケメンになるパターンが多いから。マー君もあれですからね。<laughs> もう今、1級100円ですからね。あ100万ですからね。100万ですよ。ボール、ボール。<laughs> 課金、ホームラン100万打って100万投げてるんですよ100万投げてると一緒ですかうん、打たれてもいいんですよ。現金投げてるのが現金。<laughs> 打たれてもいいんですよだから。<laughs> 100万投げてるから。全部ね <laughs> 割、割ったら。そうで、すね、甘かすで割ったら100万投げてるんですよ。1>, 1回ね、一球100万円。ダルビッシュとかも。 ね聞きましたダルビッシュは百万だなね本当に<ょ>変化球がなびっくりするじゃん百二十万それぐらいだから百万だ一郎も当時はもう大スターですからはい、はい、だってもう記録も何何回も塗り替えてきて、うん、あれ言ったらなんないアンダあアンダ製造機って言われたぐらいの、うん、であの一振り百万の一振り百万それが ストライクバッターアウト100万入ってます最強だな本当にこれなんかマジでおしゃべりにおしゃべりやって5分頑張って受けんかった受けてたみたいな話して500円ですからねそうだよこれでまあ一応様子見るかフン100万100万だよこれねやっぱりストライクバッターアウトあ1万だから本当多少顔とか見ないでくださいそうですよあでも聞きましたよちょっといい話っていうかこれ遺伝子的な話なんですけどはいはいあのね 女性なんですって、女性はい、あの、この。めっちゃ、言ったら、言ったらですよ、うん、マー君と里田舞。ああ、婚してるね、結婚して。結婚して、で、里田舞、子供が生まれたと。うん、そしたら、マー君の血をか、里田舞の血が大きいんですって。女性なんですって。えー、だから、女性が、スポーツマンじゃないと。 このスポーツ選手って生まれらいいしサラブそう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 やっぱ母体にいる時間が長いかなってことかな分かんないですけどそれはあれかもしれないですけどだから室伏浩二はじゃないですかお父さんがもともといたら男性の遺伝子も強いと思うしで女性が外国人なんですよお母さんがそう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 で室伏はいはいそういうことですよ やばいよ、ね、で世の中で言われてる「地上最強の決闘」「もう決闘」って言いますよ、うん、室伏浩治と吉田沙織が結婚した子供は多分大変になるっていうやばいことになっる <laughs> バケモンがあー多分浜裕次郎が生まれるっていうはえ、うん、いやでも本当に、うんにそう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 、ね、<性>そあると思うそ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 ういうそうそうそ、んね、うそうそうンうそうそうそうううそ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 うううそ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 う 出てくるんで本当に廃合っすよ廃合じゃ廃合っていうのもおかしいけど吉田沙織って室内の工場のことだったらもうスタートから手4本ぐらい出てるどうでしょ怪力みたいなでしょ怪力か室内工事伝説知ってますあ、なんかあの何々やらせたら死に早かったあじゃあもうあの全スポーツハンマー投げ以来以外のやつあのやらせたらあの金メダル鬼取ってたっていうもしかしたら手いってたよなこれめちゃくちゃ受けたけど 何でハンマーだけだったんだみたいな。どのスポーツで向かったんだろうち幅跳びがあったんだって。立チハバトあ昔公式スポーツだったんだけど、なんか走り幅跳びとかがあってなくなっていったみたいな。その時の記録あるじゃないですか。ハンマー投げで薄まさつかれて、とりあえず立ち幅跳びしようかって言って、室伏工事疲れてる時に立ち幅跳びしたって、世界記録いったんだって。マジで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 。すごくないすごいすごいすごい。 でも,もうヒローマックスの時にそうそうヒローマックスの時に飛んで、うん、世界記録世界記録いや他のでもよかったんだろうねじゃあなんか置いたらビーチフラックスとかあ見ました室伏浩治が、うん、あの筋肉番付出た時筋肉番付のケイン小杉とかいろいろメスター見てきたでしょはいはい,いけたり直樹とかね室伏浩治いきなり出たばって、ねうん、<laughs> あのもうボロ勝ち全員に全員に 押し合いあるじゃないですか。ああもう勝てるわけないんですよ。勝てるわけないし、でもちろん、室伏。で、ビーチフラックス、足が速い、瞬発力。瞬発力、もうこれはさすがにフィールドじゃないですか。このザ、筋肉番付のメンバー、室伏講師、ダントツで勝ったんかいあの、ントツで勝ちます。ぶっちぎり。ぶっちぎり。いや、まあ言ってもそうそうたらメンバーよ、他の番付で勝っ体でかた 取りに行って当たる時に相手が吹っとぶし <laughs> なおかつスタートが鬼はやばって多分背筋の力だと思うはー <laughs> <laughs> って言うターンがめちゃくちゃ早くてこれ室伏浩二半端ないですからいやもうぜひ調べていもうほん室伏浩二筋肉番付でぜひ調べてみてください面白いな <laughs> 一旦 CM いきますか曲とかがいいんじゃない曲曲ね伝えてなくて <laughs> あなん何かあそっかじゃあいらない曲はそうですねじゃあ一旦っ CM いきましょう、はい、というわけで一旦 CM ですお願いします トゥナイトファイブ。はいというわけでね CM でしたけどもはい次のニュース行ってみますかあ行きますかえ中にケーネル入ってましたケーネルがケーネルかカーネルカーネルケーネルかカーネルはいはいはいというわけで行きましょうかね最近ね横文字が多いからなんかやっぱ読める俺やっぱね本当にはいそこら辺ダメですようん。 えー、難しいですか難しいですねえー、っとですねなんでもなんでもなんでもいいんですよこれもう本当になんでもいいんですけど、うん、あのねありますないですかいやあり,ありますよ本当てると本当にそうそうそう,そう今いいのを抜粋中なんですけど、はい、あのー <laughs> どうでもいいニュース いやあるよそういうのありますよね、うん、いっぱいでもならないんすよねいやこう今っ <laughs> じゃあ見てみます本当にいや僕いい<え>あれいやこれでいいじゃんあの名前を付ける動物実は少数派とえっんなんでよくない何ですかその,あの上野動物園で6月に生まれたジャイアントパンダのメスの赤ちゃんの名前がシャンシャンに決まりましたよと、はい、はいはいえ 2,500ほどの動物が暮らしていますが名前を持つ動物はそう多くありませんよと40羽が暮らすフラミンゴ社すらりと伸びた足には赤や白のリングがついていますリングには数字が書いてありリングの色と組み合わせて答えを見分けます赤21白8といった具合ですだから名前じゃないんだ番号で呼れたんだ刑務所と一緒にこれそうでしょ フラミンゴは40匹いて、ね、なおかつ人気があるのにもかかわらず、うん、赤21、<laughs> 赤3とか、<laughs> 白8とかお前言い方やった。お前言い方やで。<laughs> っていうふう最低だな、今の言い方。っていうふうに、赤3って呼ばれてるんだって。<laughs> えー、なのに、うん、あの数が少ないパンダには、 名前がつくんですねっていう闇、うん、ですよいったいこのニュースなんでかわいそうにっていうなんでこんな変わってるの違うのみたいな<ー>っていうことを今書いてるわけですよあ面白いですね<は> だからなのであのまあ今言った通り名前がついてる動物少ないですよとうん、うん、2010年には生まれた日本ザルの赤ちゃんは飼育係によってホックとヤマビコスカイライナーと名付けられました <laughs> かっこいいなそして、ね、<laughs> スカイライナー園では年ごとにテーマに沿った名前を決めるルールがありますこの年は列車がテーマでしたあなるほどねでスカイライナーとかかな<う>で13年に生まれた西ローランドゴリラの赤ちゃんには飼育係が5つの候補を考え、うん、来園者に投票してもらいました集計の結果母親の 桃子にちなんだ桃花に決まりましたとかいうのあるんですがパ,パンダが中国の国宝と位置づけられている動物なんで特別なんですよというんですがここは日本ですよとじゃあお前会見自分で出てますよ日本だからだったらねこの数が多いところのリーダーに名前つけてあげるとか確かにねそうリーダーリーダーリーダーにフラミンゴを ドフラミンゴのリーダーはドフラミンゴですよみたいなこと書いちゃえばいいしねだってめっちゃ取り上げられてたさパンダシャン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 リンリン1万人ぐらいの応募があったらしいありましたねで8候補まで絞った結果シャンシャンシシャャンンっていうのがあるんですよでも結局ないからねない人は昔の時代みたいよね 名前もらえなかったあの農民の方たちみたいなあなんかねこう名乗っていいですかみたいなのも言えないさこれもっめっちゃ適当らしいね言ったら砂川って砂と川ですからねそうっすよよぎも分からんけどねよぎは分からんよな、うん、なんかそんな感じなんでしょなんか昔の人ってあのボンジョルノの降りたっていうさ<山>、はい、あれはなんかまあ名前があのホン小田って 信長の織田,田,田なんですよであの「読みが降りた」って言うんですけど、うん、あの本人曰く、あく「織田の末裔は本田僕です」って言うんですよでんでかって言った理由が、まあち,あね、ちゃんとあるらしくって明智がそうそう明智に追っかけられてる時にこの、まあ、逃がすということであのこの一族をな,なのでそうそう名前を降りたにしなさいってことで織田っていう感じのまま読みは降りたになったと、うん、でこのばあちゃんのなんか家に、うん 信かの家系図みたいな伝票みたいなのがあるみたいな伝票ってうね織田の伝票があるって実際今今この世で織田って名乗ってる人はあの本当の織田の末裔じゃないとあマジかあの時に織田は全滅したから織田と名乗る方たちは織田という名前の方は全員はやられがちになるからなやられたからこの世に存在してるわけがない今あるのは降りたしかないええ あの織田は嘘ですって。なるほど。だからあの、でも1点のアイススケートの織田は偽物ってことです。いや違いますよ。いいようによって。あれはあれ、顔はもう織田ですけど、考えたら織田も顔織田だな。そうだよ。あ、そう、このボンジョルの織田ってやつはマジ顔織田っすよ。え、えと一緒だろ、おめえ。え、え、えと一緒っすよ、マジで。ぜひともね、皆さん、これ、内地の方々も見に来てほしい。うん。信成。そう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 。あ、そうそう、信成。でも、あっちの小田は信まで好きで。うん。硬いな。 面白 <laughs> そうそうそう。の、のぶつき、つけ始めたらあれだから、ね。鉄板だな、これな、ちょっと。うん、降りた、<で>降りた健太ですからね、タオ背負いやってた。<laughs> はい、ということで、はい、まあまあ、パンダのニュースもありましたけども。うん。こ,んこれ、なんか、スポーツの、なんか話題、いいのかな、俺、スポーツ言ったら、熱くなっちゃうから。熱くなっちゃうってわけじゃないですけどね。はい,はい、はい。あのー。これ。 これね、あのなんかシンプルになんすけど、うん、あミラン監督早くも解任の危機っていうのがミランってねサッカーの AC ミランそう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 ,そう、うん、リーグ、えー、開幕から 6, 6試合を迎えた時点で、はいえー、監督の立場も危うくなるぐらい負けてるらしいですよ6敗してるわけかなあ2敗え二2敗二敗でもやっぱもうミランとかになったらまあでもこれなんでねミランっていうのが 負け,負けたらやばいというか、強豪なんですよね、もう大強豪、まあ、スペインだったら、まあ、レアル・マドリード、バルセロナとかみたいなであの、まあ、イタリア、今言ったところがバル、えー、ミラン、イベ,ベントスやインテルやら、うんまあ、今はどこが強いか分かりませんけど、その中でも群を抜いて強いんですよ、ミランっていうところは、うん、チャンピオンズリーグとか出てたり、ね、常連ですよ、強豪ですよ本当に <laughs> でも、でも6試合ですよ、何試合もある中の6試合 2> あで2敗か。どの敗 いやでもまあ3分の2その内容次第なのかな負け方がボロボロに負けてるとかうんああ6ポイント差をつけられて全勝のユベントスナポリあほらなるほどねっていうのあるんすよでもこれ批判を受けるよでも勝ち点とかだからなんああそうなんだうんいや普通負けるかみたいなので負けてるんだよ <laughs> あるやしリーグ1位 対対する相手は何々リーグ24位 <laughs> 3対1負けてる場合 <laughs> <laughs> 結果蓋を開いたら、ね、っていうのがあったら負ける場合 <laughs> ああこの監督は追い込まれるわけよ、うん、監督かわいそうだな去年リーグ24位だったやつに3点取られたらもう吐きそうなりでしマジであ,あそっかだるなやばいやばいっ,ばいっなまんそ,うそれが多分2回続いたんじゃないっていうのがあったらちょっともう監督は危機ですよこれうん どううしようもないあ待ってくださいレス,、はい、レスリングの吉田沙保里が都内で、えー、行われた創業120周年のイベントに出席したらしいですよ、うんえー、霊長類最強女子 <laughs> って言われてたじゃないですか、うん、女子が、えー、世界一大きなペンを使ってどでかい愛を披露したらしい愛,愛って書いてあるですマッキーのでっかいやつ使って、うん、で、えー、使われたマッキーが全長1 6 8センチ直径2 8 c 5センチのビッグマッキー見事にギネス記録を認定してこ,のこれ書いたのが吉田沙保里ね、うん、え面白いな本当に <laughs> 何やらするわ <laughs> に自身も4つのギネス記録を持つ言ったらもう無敗記録が相当続いじ,じゃないですか、うん、でやって、えー、大きなマッキーで世界一になることができたことは嬉しいですと <laughs> <laughs> で3歳から始めたレスリングに対する愛というのことで「愛」って書いたらしいですようん、うん これ結婚出産を語るってあれ結婚してるんですかあれ結婚してるっけ吉田さん、俺って。分からんな。俺も見たことないです。それほど興味ないんだぞ。せぼおられますよ。もうじゃあ。バッキーで。あっ、えっと。海外サッカーはファンが暴動を起こしたりするイメージ。あ、あるあるありますよね。クーリガンです、クーリガン。 フーリガンだそれぐらいも熱狂にいった氷にかけてる思いがあるんでしょ PK とか見たですかえっってなってきるやし最後の PK よ5名5名でレーザーポインターとかついてくるからよ顔にでもう本当目に入ったら目溶けるぐらいのレーザーポインター打ってるばあいつら最悪な敵のサポーターだよ外せよみたいなで、多分かけてるばよ海外まで行くとこの賭博ですよ行ったら それぞれやってるわけ、きっと。早くここで決められたら。もう全部消えると、水の泡になってしまうから、そんな小細工してくるばだから、ブブぶせらすか。ばば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 。でも、あれは伝統でお前。よしみんな引けみたいな。オリンピック、オリンピックだけど、ワールドカップでした。どっかきいち出すこと、めっちゃあるらしい。発煙筒横で焚いたりとか。なんか、その。急に煙めちゃう。ビきるやつ。ける人も。うん。 自分に投げられなくてもだよ、うん。ゴールデッドの人で発言たたかれたら怖いで,いです。っていうのとかやったりするとか。え面白いですね。だから、まあ、それほど熱狂的なんですよ、ファンって。なるほど。勝ってほしい。ここで勝ち点3点。ってなったら日本って紳士っすね、めっちゃ。紳士だよ。あのー、あんまり物投げないもんな。投げない。何もしない。めちゃくちゃ物投げられるでしょう <laughs>。やばいはずよ、カンカンとか。<laughs> 瓶とかさああカンカン瓶投げられるのめっちゃ嫌だな瓶って怖さよや <laughs> いやでもマジ投げるからねなあだというわけで一旦メール読んでみますかあーメールはいはい、はい、あそっかメール来てたね、はい、これはこれかなはいというわけで <laughs> 読んでいきましょう、はい、えー、よぎさん砂川さんえんそさんこんばんは、はい、今日はネットの不調で<の> E メールでメッセージを送りますオーケストラネタで一つ モーツァルトは大のうんこ好きだったそうですよとへえそうなんだそうなんだびっくりしたオーケストラネタありがとうございますさて先日関西では歌ネタ王なる賞レースが放送されていましたしかし残念ながらそこに作曲さんの姿はありませんでしたねえ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 参加されてなかったのですか歌もの砂川さんならきっと伝説を残したはずです今日もビール飲みながら楽しく最後まで聴いていますよとトモリともりンさんかなはいということで

え続きましてはこちらですね。はい、えー、浦添子さん。はい。えリオさん、よぎさん、こんばんはこんばんは。え今週の金曜は、えー、校内、陸上競技大会です。うわーい,いねーあーい。で、えー、メロディ言いましたっけと。うん、言ったのかわかりませんがね、念のため出る種目を教えておきますよ。お願いします。女子100メートル走。うん。混成400メートル走です。あなるほどね。 応援メッセージください。なるほど。応援メッセージあれば頑張れそうです。わかりました。私は高校三年生で最後の陸上競技大会なんです。なる,なるほどね。えー、はい。わ、えー、かりました。ラサエコさん。え,ー、えーっとですね。ラサエコ。ラサエコ。これはですね。ラサエコの。うそ、浦添っ子の掛けっこですよ。いや、違う違う、違う、違う。 100 1 0 0ル走1 0 0ル走と女子の、うんうん、緊張するかな1 0 0ルって校内陸上競技大会でしょ校内陸上競技大会ねこれね、うん、女の子でしょ相手はねア,アマですよ、うん、アマっていうね二つの意味でね二 <laughs> <laughs> つの意味でアマですよなるほどなるほど、うん、えっと男子が見るんだよな <laughs> なるわよそう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 男子に迷わ 男子が見てるからってはじかさせず全力疾走してくださいただ走りすぎてのケーネルだけは気をつけてくださいケーネルねケーネルサンダースでこれカンネルサンダースみたいな読み込みで僕もあとで校内陸上と言いますかいやみんなあるよそん言ったじゃないですか読みたいのめちゃくちゃ可愛い女の子がねめっちゃダッシュしてめっちゃダッシュしてケーネルしちゃって 可愛い子のケーネルが一番本当に申し訳ないっていうのがなるし走るんだよ走らんければケーネルしなかったし可愛いいままでいたのにケーネルしても可愛いんだけどでもケーネルしちゃったらこっちが気使うからなるほどなじゃあ応援メッセージですよあ応援メッセージいやもう簡単ですよ何ですかあのゴーキングスいや今言った通りですけどやっぱ男子の身は気にしてないそう仮に好きな人がいようがその近くに 男子の中にねこの人ちょっと好きなんだよなとかいてあっねだったら走るよかあるいどいやいやいや違います違うそれいいんじゃないですかねなんかもしね気になってる男子とかがいたら一生懸命応援してみたらどうですかもしああ頑張れ頑張れみたいなんかその時はノリでごまかしながらも若干気付くぐらい周りがそしたら って生まれまませんあその場所ではね生まれやすいただ今の議題は俺は宗恵子さんへの応援メッセージだからああそっかそっかだから100と4 0 0ルよ全力しそうです走るのはね大事ですけどまああれじゃない僕だったら絶対勝ちに行きますけどね勝てる者だったらへえ多分女子同士って分かんないけどメンツ その中にいるさちゃんと柱女ってマジでいっぱいいるしメイク崩れるとかしてくんなや落としや一応本当にめっちゃメイクした次の時間にシャトルランでしたからうん高校あるやし2位ぐらいで終わるよとか柱でいいわよあいつらはもうそんなやつらがいるんだったらもうバンバンぶん殴ってくださいバンバンもう追い越してください関係ないんで関係ないんで。 で、結果恥ずかしい星ののはそいつらだからこんなほら今みたいにネタにされるからそう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 結果的にそうなるからだから結局ねこの走らんかったりとかしたりとか走らんかったよやで終わるから飲み会もそう意味ないこれだから全力出してくださいそう、全力で走ってそれで負けたら逆にその勝ったやつ褒めて褒めてくださいよかったら私にってというわけでね一回 CM いきますか一回 CM いきますかはい CM です トゥナイトファイブ はいといとうわけでトゥナイト5もお別れの時間が近づいてまいりました。えー、というわけで告知の方がございます、えーえー、来たる10月1日、えー、沖縄可決でですね、えー、日曜日なんですけど俺たちにもそのセリフを言わしてくれよ声優に憧れる芸人たちっていうライブがございますので先駆けバーバリアンでますのでぜひとも皆さん遊びに来てください、お願いします,しますゲストにですねもうガチの声優のやびくかにさんも出ますので。すすごいですよこのね、はい、もう本当にったら きれいなりょうじくんも出たりだとかいろいろ声優っぽくいろんなセリフ言っていくみたいな自分の大好きだったせみたいなのもそのシーンをねそうそうそうやっていく楽しいライブとなると思いますのでぜひと皆さん遊びに来てくださいお願いしますはいそしてそしてい他に何かありますか m 1ですよ m 1グランプリがありますよあそう m 1 2回戦があって多分来週は僕らの代わりに代打が来るかずっと曲が流れますこの放送 あのまあ、来週僕らです実は m 1グランプリ一回戦通りまして、はい、えっと東京の方に、えー、出陣いたしますので、はい、えぜひとも皆様、えー、応援の方よろしくお願いいたします,しますで、まあ、あのちょうど来週の3日ですかね火曜日は、うん、その時はあのお休みすると思いますけども、うん、ぜひとも温かい応援メッセージください、はい、お願いしますという感じですかねはいそうですね、はい、で飛で、えー、飛んで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  えー、10月の14日に単独ライブもありますよとそうですよはいもう今、あのー、見てるね8人の方々は是非とも来てくれたらなと思っておりますので、はい、よろしくお願いしますお願いしますはいこんなもんすかこんなもんでございますね朝ご天んもありますよはい、はい、えっとあと11月5日、えー、東武祭りがあるかもしれないのでぜひとも皆さん早速お,<ー>お願いします なるほどはい。特番ですか特番ありあると思いますよこんだけ告知して違う人になったらコザさん本当に爆破しますからね <laughs> <laughs> はい、というわけで、よろしくお願いしますね。というわけで、お相手は先駆け話。早くない早くないあ、違います ?1 分半ぐらいあるやつ。あ、嘘。ゴリゴリあるよ。あ、ゴリゴリあります。単独ライブがあるんですよ、皆さん。先駆け、バーバリアン、イニシエの18ズっていう。そうそうそう。単独ライブ。たそがれ、たそがれ。たそがれのか、たそがれのか、18ズ。イニシエじゃないんだな。うん。面白いじゃないですか。ヒーローは、あれに行きたいラップって。あいいじゃん。ジーラップにジーラップね、面白い方、来てくれてましたね。単独くるって。コタ君、チケット25もあるから、25もよかった。 お前が売って、俺の代わりに。やめてください。二十五万。高そななしてますから。はけはけ。これ追加する追加するってくださいお願いします。え東京サプリよろしくねって、それそれも変わんて。え誰かなと、ヒロ走らんでいいって。まだまだ言ってたんです。まだ言ってたんですか。なあね、あのね東京寒いんですかね今。いやもう十月は寒いよ。去年も寒かったもん。な本当？だから長袖つけて。うん。行きましょう。 あったかくなるほどでございます投資で買うよ寒いよ東京あ行ったんか倖田君ああそうなんだなんかジャケット買っていやいやおかしいでしょお前じゃあのお前んでラジオ通して倖田君と会話をするのお前あったかい装備で行こうあったかい装備でね本当に東京はあっちって寒いってなったらあっちの服高いからねあそっかそれが一番怖いからあっちの行ったら激安店みたいないのあると思うけど金使えたくないでしょ なんで、引っぺ返しますよ。なんで、追いはぎ賞するか。<laughs> <laughs> はい、ということで、あと6秒ですから。<laughs> ね、皆さん皆様、また、ね、え、再来週、え、頑張っていきましょう。バイバイさよならバ